まだ世の中では知られていない次の音楽シーンを担う才能を発掘応援する番組、それが次世代ロック研究所ジロッケン。本日のゲストはあの連載ギター少年がこんなに大きくなっちゃいました、うん、はい、シンガーソングライターそしてギタリストの山岸龍之介さんです。どうもお願いします。お願いします。あの天才ギター少年がバンドマンそしてソロアーティストへと成長、ギターテクだけではなく若干18歳にして作詞作曲編曲歌にプロデュースまで手掛け、あふれる才能を爆発させる山岸龍之介。本日あなたは新たな龍之介を再発見する。龍之介くんは初めてですか？初めて、はい、お願いします。よろしくお願いします。もうテレビでね、いやもう見てた見てた。あ、見てました。あのカラクリテレビ、もう13年ぐらい前だね。すごいちっちゃくてギター大きく見えたもんね。そうです、ね、5歳ぐらいです、はい、ここでまずは VTR を見てみます。お、VTR、はい、わー、かわいい。これがまさにカラクリテレビ出てた時。そうだよね、そうです、龍之介バンドっていうのをやってた時。あ、いや、見てた、めっちゃ見てた。かわいい。うわ、これなんかね、やっぱね、恥ずかしいんですよ人と見ると。いや、顔変わってないね。あ、ほんまですか？顔変わってない。すごいな。これは今も一緒にやってくれてるドラムがケントって言って、そう、ケントがこれ中1とかじゃないかな。すごいね。これどんどん曲が激しくなってきてますね。すげえな。ちょっと隣が ね。これはもう2年前。あ、キンキンだね。そうですね。これはキンキン。いやー、かっこいい。ライブイズルームの。あー、かっこいい、かっこいい。これはどこですか？これは所沢の夏開きフェスっていう、あの、夏フェスです。かっこいい、かっこいいね。すごい。しかしこれでもまだ18歳ですよ。いや、そうだね、まだ若いよね。まだ今現在18歳。テレビ番組出演をきっかけに天才ギター少年として一躍有名に。そんなミュージシャン龍之介はいかにして誕生したのか。ちっちゃい時からね、ギターを弾いて、テレビに出てるという印象がまずあるんですけども、いや、何きっかけで出るの？あの、夢をなんか言ってくれる、おれへんからみたいになったらしく、で、幼稚園に行かないといけないってなったんですって。夢を聞く子が幼稚園相手に聞きたかったから、だからこの近くの幼稚園どこやって調べたら、僕が行ってた幼稚園が出てきて、本当にたまたまその場所で。すごい偶然。そうなんです。誰に会いたいって言われて、僕はチャーさんに会いたいです、まあ、なかなかいないよねそんなこと言う幼稚園で言ってたの。いや、いないよね。いや、いないよね。から弾いてたの？ギター。3歳ぐらいから弾いてたんじゃないかな。でも自分もあんま覚えてないんですよ。あれ独学なの？そうです。でも最初はお父さんがオープンチューニングってこうビャーンって弾いたら和音になる、ちょっと待ってて、ちょっと専門的なことは、ね、待って、わかんない。ちょっとかなちゃん、オープンチューニングは、いや、どういう、あ、めっちゃいいでしょ。左手で押さえるのが大体普通じゃないですか、はい、で右手でこう弾くじゃないですか、はい、でそれを押さえて、そのなんていうの、コードとか言ったら和音にしていくんですけど、はい、その和音になった状態のチューニングを、E っていうコードになった状態で、それがオープンチューニングっていう。そうです、そうです。普通のチューニングは E じゃないよね。ミラレソシミじゃないってことで、そう、シン、これ誰も多分答えを導き出せないように。ちなみに僕もあんまりコードの名前とかわかんないんですいません、すいません。きっと僕らは愛を感じて生きてゆく中で孤独を知った。追われる日々に嫌気がさした時に感情はいらない、そう思ったりした。暗い夜道は怖いけれど、一人でいるよりマシに思えた。繰り返す日々に答えを求めて一歩踏み出してみる。 It's gonna be alright、世界の風に言うから、見上げる空に舞う蝶々。
人のように、 It's gonna be alright。 心の中へ君を包み込むように微笑んでくれた。負けじと泣いているカラスのように、 It's gonna be alright。 心の中へ君を包み込むように、微笑んでくれた、ah, hey!寂しさの中で小さな勇気噛みしめて、君には言える一つのことがある。今日も僕は幸せだと思えてるよ。影響受けたギタリストはやっぱりジミー・ヘンドリックスとスティービー・レイ・ボーンとリッチー・ブラックモアがすごい好きで、ギターヒーロー的な存在とか一音でかっこいいみたいな存在に憧れるようになったのはその人らがきっかけです。よくあのギタリストがね、憧れたギタリストがいたらその鏡を置いてその人のこう真似から入るとかね。あ、それはしてないですよ。でもちっちゃい時とかにどうやったらジミヘンを抜けるやろとかずっと考えてました。すごいですね。どうやったらジミヘンドリックスを倒せるんだ。だから幼稚園の時とかにみんなが言ったらトーマスとかウルトラマンのなんとかビームとかやってる中、僕はジミヘン最高って言ってました。なかなかいない、なかなかいない。だから一人も友達いなかった。5歳くんよね。それがお父さんとかお母さんが結構音楽好きで、ジミヘンとかがかかってたんですよ家で。そう、レイボーンとか。すごい家だな。僕の家もうテレビが壊れてて、もうビデオしか見れない状態だ。でそのビデオで言ったお父さんがそのロックバンドを見てるのとか見てたのに影響を受けて。そんな龍之介が子供の頃から憧れてきたギターヒーローたちの名曲をメドレーで書き鳴らす。さあそれではですね、ここでですね、じゃあかなちゃんにもやってもらいましょう。え、やりません。事務所が、ちょっと事務所的な話。そうです、そうです、はい。ギター少年龍之介が憧れるヒーローは日本にも、しかもすでに共演を果たしているんです。チャーさんと共演するんですけども、やっぱりこうギターヒーローじゃないですか、チャーさんって。そのテレビのチャーさんに会わせてもらった時、僕がちょうど5歳になりたてぐらいだって、憧れの人に会う初めての瞬間でした。チャーさんはなんかその時初対面でどういうことをおっしゃってました？最近自分の映像を見ないと自分が何言ったか覚えてないんですけど
なんかちっちゃいからの映像を見た普通そうですよね普通だって5歳だもんでチャーさんがなんでお前そんなギター生まなってみたいなのを言った時に僕全力の笑顔で生まれつきって言ってましたチャーさんのギターを僕が多分弾きたかったんですけどその時こう言葉を知らへんから僕のこのギター弾かしたのかって交換してチャーさんと一緒にそうですね、かわいいねとここで先週に続き気になるあのコーナーこんにちはライブギターの中野久です前回ねソニーミュージックの偉いさんに DJ で盛り上がる CD を出せっていう指令を受けたんですけどまあぜひねそういう CD やるの、ね、面白いなと思うんで僕もやりたいんですけどちょっと一人じゃどうしようもできないと思い音楽業界のいろんなことをね知ってる方にお話を伺おうと思ってリキッドルームにやってまいりました早速中行ってみましょうか行きましょうか、はい、行きましょうはいお願いしますどうもこんにちは。どうも。こんにちは。お世話になってます。ライブキッズアラの中野です。はい。LDK の菅原です。よろしくお願いします。はい。はい、じゃあ普段ね僕のイベント制作でお世話になってるんですけど、そうですね。いろいろ、はい、一緒にやって楽しくやらせてもらってます。はい、今回、はい、ソニーの偉いさんから CD を出せっていう指令が来て、はい、CD を出す。早々に出せと。春に出す。出す。で、あと DJ で盛り上がれる曲を作れっていうような。指令が来てるんですよ LD&K さんがインディーレーベル、うんね、レーベル業であったりもともとレーベルだねうちねあそうですね CD 作るの得意だねそれの相談をしに来たというか、うん、どうしたらいいのかもうなんかねやっぱりねいろいろね CD も売れないって言われて音楽、はいはいはい、ね不況だとか言ってるけど、はいね、ライブハウス行ったら人いっぱいいるもんねそうそうそうだからみんなが楽しめる曲作りたいなと思って、ねうん、なんか盛り上がる曲、うん、盛り上がる曲どんなん盛り上がるんだろうねどんな盛り上がるどんな盛り上がる踊れる曲踊れる曲ねそれこそキートークのモンスターダンスとか、うん、ヤバイティシャタさんの集まれパーティーとかそうですとかトータルファットのパーティーパーティーとか全部でも有名な知ってる曲がかかったら盛り上がるんですよ、うん、なるほどね、はい、あれだよねほらみんな知ってる曲でカバーとかすればいいんじゃないああ、うん、みんな知ってる曲をライブキッズが盛り上がる調にしてカバー、うんうんうん、すごくいいと思うねそれいいっすねいいねでも有名な曲ってどうしたんですか、うん、これってでも、ね、勝手にあそう結局ねカバーってほら権利があるから勝手にカバーすると、まあ、怒られるから一応ね確認しなきゃいけないの、はい、たまにねカバーしちゃダメっていう曲もあるからああなるほどなるほど、うん、音楽出版社っていうのがあって、はいはいはい、基本的に音楽出版社ってとこが楽曲管理してるからなるほどなるほど著作権の管理してるところに対してカバーの申請すると、はいはい、それで OK でやれば、まあ、できますよと基本的にはその、はいはい、問題ないと思うけどなるほどとりあえずどんな曲かなって考えたら例えばチューチュートレインとかあチューチュートレイ ン、うん、いいんじゃないまあ楽しそうだよねチューチュートレインね、はい、こうやってなんか踊ったりとか、うん、こうやってこうサークルできるような感じにできたら面白いかなと思います、うん、じゃあよろしくお願いします許諾の方、はいはい、大丈夫で誰がカバーするか誰がいいかねイメージは僕はキャッチーにしたいんで、うん、やっぱ人柄とかライブキャッチーなポットポットねポット全然いいんじゃない聞けたらポットじゃ聞いてみようか嬉しいですけどねはいポット大丈夫かな聞けるかなもう今聞くんですかえ聞かない、はい、あ聞いてくださいポットはいいねあのさちょっとさあるあるくんの企画でちょっとテレビの収録してるんだけどポットにちょっとチューチュートレインのカバーお願いしたいなと思って大丈夫かなうん OK 大丈夫みたいだね。オッケー、オッケーですか？うん、オッケー、オッケー。やばい、やばい。即答。マネージャーさんですか今？社長の。社長の。ということで、ポットにチューチュートレインをカバーしてもらうということで、じゃあこの企画これで進めようと思います。ありがとうございます。すいません。はい。ちょっとなんか面白いものにしたいね。そうですね。僕がこういう風に盛り上げたいとか、うん、ポットとこう打ち合わせして、うん、ポットにカバーしてもらうっていう感じですかね。はい。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。はい。